おはようございます。今日ねジャパンニューアルファ池袋店に来てるんですけど、前回俺スマスロの北斗打ったんですよ。いい思いしたじゃん。ってことは北斗に流れがあるんだよ、北斗に。ということで今日も北斗打っちゃおうかなって思ってるんで、目標3万発を出せば、どんな状況下でやっても俺帰る、そういうつもりでやるんで、じゃあ今日よろしくお願いします。今日の実践場所はジャパンニューアルファ池袋店さんで実践していきたいと思います。じゃあ北斗無双4やりますか。ちなみにね、俺北斗無双シリーズね下手です。あのね、CR の北斗無双があったじゃん、あん時ね12回当てて11回時短だったっていう伝説の記録を持ってる。いやー、昨日俺がプライベートでパチンコ打ち行った時な、先読みチャンスにしてたのに1800ハマって先読みなかったからな。赤くない？気のせい？レガス入ったね。え、発展したんだけど30回転おお、どうなればいいんだこれは。10になったぞ。え、1000になったぞ。1000人でケンシロウを倒せ。あー、1000機と1000。あー、さすがにか。え、でもメンツ的にかかれば結構強いよね。惜しい。暇になった。暇なんでしょう。これでさ、俺落ちの方が先に当たったらウケるで。ここで2枚目のお知らせ。バイバイユキチ。え、熱そう。あー、先読み入ってる。俺より先にバイブしたよね。俺より先に入ってんじゃん。赤くね？え、でも緑保留なんだね。あ、上赤いじゃん。金じゃねえこれ。あの金武器なんか 60% ぐらいあるって聞いたことある気がしなくもない。雰囲気赤保留になる。お、赤保留になった。74%? どうなる？あー、そう落ちるんだ。究極奥義？動きすごいわ。いや、これもう当たったっしょ。究極闘技か。あ、引けだって。当たった。俺より早い。あの、ここのジャッジが大事だね。ここ次第だね。おー、取ってる。当たった。46% でしょ、確か。これで取って。で、継続率が 76% か。やばいね。 ST 回復でもいいから欲しい。まずくないこれ。
まだ一度も500回転一度も来てないから。え、赤ネクストなんだけど。あ、これ金デフォルト止める。あ、やっぱそうだよね、急国ゾーンだ。え、先読みはやっぱ金だよね、これ。お、なんかトモ背景みたいなやつが先読みねえけど、ボリューム変わってない、シェイクしてる。あれ、俺あっちもまさかの赤いね。え、赤いぞ赤いぞ。あ、そこはないんだ、そこはないのか。サラババアケンシロウ。え、ボタンなの無理。いやそうか、でも先読みなしで急に究極ゾーンって出てくるの。先読みと、あれ、俺の究極ゾーン俺落ちに取られたんじゃね、これ。俺の方が強かったくな い, いや俺の当たってもよかったんじゃないの。あ、ここ大事だよ、めちゃくちゃ。いやいや、でもまあ引けばいいからさ。あれ、赤いぞ、当たってる、サイチキ引いてる、引いてる。やっぱ引いたんだ、サイチキ。俺がやるべきなやつ。いや、うまいね、 SC よりこちらは得意。319引けるのにそこ引けないの、どうして。逆じゃない、このままだと俺の取れ高全部俺落ちになっちゃう。さあ、700ハマリでございます。先読みもねえよ、勝たなくていいから先読み欲しい。くそー、悲しみの6枚目じゃねえか。こうなったら10万ぐらい負けてやろう。あー、久しぶり。おお、すごい、ここ暴れてるよだいぶ。あー、張っちゃったか。うん、8800じゃなかった今。止めるか、赤いぞ。 30% ぐらいあるんじゃないの。え、あれ、え、奥義。あーあー、なんかできてる。うん、一番熱い時、先読みねえけど、もういいんじゃない。739回転だから740だこれ。もう許せ、お、死ねケンシロウ強い。ボリューム変わらなかった。あとここだよね、問題は。
いや、さすがに。おっしゃ、大丈夫っしょだよね、よかったぜ。カクカクだから実質エイリアンだわ。よっしゃ、あとここで当てるだけ。おっしゃ、当たった、当たってる。いやいや、当たってる。いやー、まずいよこれ。いや、3で取りたいんだけど。いやー、いやー、いや、むずいね。ちょっと今日はこいつじゃないみたい。だから移動しよう。じゃあね、Pシティハンターに移動してきたから、これでもっこり3000を出しまくれば出玉がもっこりする多分。このキタキタフラッシュってのが先バレだよね多分。それを来るまで待てばいいんだ。パート来た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 、行った。あ、それに行くんだ。まあそうだよね。まあ行くよね。今のところすごく強そうには感じないな。でもなんかめちゃくちゃ普通じゃないか。さっきも見たぞこれ。すっげえ強く感じないんだけど。いや、そうだよね、だってさっき見たよね、だってこれ。そうか、そういう感じか。あっさりしてるね。で、あー、いいなって言われた。お、来た来た、言った。俺これ、俺この2種以外存在しないの俺。うん、あのさ、来た来たって言われてこのリーチに行くのやめない？一回。今が7時ぐらいだから8時までに当てたい。お、来た来た、言ったぞ。3回目だぞ。いや、そんなに強くないのかな、きたきた。おお、これは入った時言ったよ、さすがに。さすがに入った時言ったと思うよ。当たれー。果たして私はどうすれば当てられるのでしょうか。あのですね、7枚目、通算7枚目なんですよ。あれ、おかしいな。前代未聞の8枚目。俺これ過去最高じゃないか。これは先読み、違う、当該。おや、先読みじゃね。来た、ついに。
先読みだよね。やった。投資79,500円。議事さん行かないの？あ、行くよね、さすがに。あ、ゲットワイルドかかった。あ、もっこりしてる。え、でも6000杯なんだ。135とかじゃないんだ。いやでもなんか普通じゃないか。え、お前らの結局。あ、でもテロップ赤だね。ここは違うね。先読み期待の台だよ、だってちょっと9枚目だけど、9枚目入れたからちょっと話すわ。これからあの俺が話すことは怖い話だからね。今先読み期待の台にしてて、先読み発生したじゃん。でこれさ、確率何パーセントだと思う？40%、 60%。 あのね、先読み期待の台は 88% です。 88% なんですよ。 88%。 あれあんなスルッと終わる？あのね、ネットのスレによると、先読み期待の台アップが発生するじゃん。で、発生した時にきたきたって言わないと寒いらしい。逆に。だからあれが封をしないと多分期待感がないってことだ。1142回転になってる。すんげえ回転すんだな。まさかまさかの10枚目？本当に？いやーマジでこうなってくるとだいぶきついな。1151回転だよ。本当？これ。わあ、でも先読みがないな。俺もきたきたに期待できないよ。6回目だ。カタカタしてる。あー、猫出てきた。赤か。期待してないから保留を貯めようとしてる。いやー、そこは7点にしてほしいな。赤か。猫がどっか行った。あれ、1テンパになった。もう1回ネクスト止めよう。1回止めよう。あ、銃撃されてる。あ、猫3匹になった。いやでも1点敗なのか。エクソイゼットって書いてる。そろそろなんかすごい発展を。あ、変わらない。これがどれだけ上がこうと結末は変わらないということなんですかね。あー、変わらないよ。ふう、押し込んだ方特にないな。まあだよね。いやー、きついぞこれ。
いやね、まさかの通算1500回転近くで、投資が2万5000発だよねの回収ゼロです。いや俺でも俺こんなことないよマジで。俺今までの人生の中で一度もない。これやばい、ちょっと近々リベンジしたいマジで。というわけでね、悔しいけどまあリベンジってことで、ここで一旦保留にして、これの分も次の時にカウントして、これごと丸ごとまくるわ。というわけでありがとうございました。いやマジか。やばいぞこれ。いいよ、おっしゃ二角、二角じゃん。ここ先読みチャンス、いくよ。うえー、いやもう楽しい、簡単。こっからが一応楽しいからね、中からやって。さあこれ怖いね。まあ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 いいよ、10万負けたけど負けでも全然いいわ、全然。これでもだって当たってるから、当たってるから、この時点でも全然面白い。やっぱジャグラーいいね。いやー楽しい。